私たちアイドルハウスです。今日もカメラたくさんあって嬉しいね。ありがとうございます。いっぱいぜひ撮っていってください。早速自己紹介からさせていただきます。私からいきます、はい、アイドルハウスのリーダーオレンジ色担当アーミンことアリサーミです。よろしくお願いします。アーミン。はい、青色担当の野々村さきです。よろしくお願いします。サーちゃん。はい、ホワイト担当ゆうきゆうのです。よろしくお願いします。ひろちゃん。はい、桜色担当つのことつのだあおいです。よろしくお願いします。ズノン。はい、紫色担当ゆずりはいです。よろしくお願いします。はい、はい、以上5名と本日は出演していない5名の計10名で私たちはシェアハウスをしながらアイドル活動を行っております。はい、そんな私たちね、今年から定期公演や生誕祭をさせていただくことになりました。ありがとうございます。楽しみだね。定期公演、楽しみ。生誕祭だね。楽しみだね。生誕祭だね。なんか今日どうしたキャラがちょっと違う。でも新規の方もいらっしゃるからね。新規？あ、なんでもちょっと今日扱いづらいな、この子は。ちょっと扱いづらいぞ。扱いづらい。そうなんですよ。そのライブ情報とかですね、ツイッターの公式アカウントアイドルハウスにて随時告知がされております。私たちですね、ツイッターハッシュタグアイドルハウスをつけて投稿していただいたら、私たちメンバーがそのツイート見に行っていいねとかリプもしに行ってますので、飯ご飯食べるの。あ、噛んじゃった。いつもメッシュ。お腹すいちゃって。メッシュだね。今日ライブ前におにぎり梅味を食べさせていただきました。メッシュなんですよ。皆さんツイッターしていただいたら、あの今日の写真でしたり動画もかな、載せていただけると嬉しいです。ぜひ私たちもライブ終わった後写真や動画楽しみにしておりますので、はい、ぜひツイートしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では次の曲に行かせていただきたいと思います。はい、さあ何でしょう、曲は何かな、何かな、なんでだろう。それでは聴いてください、未来モノローグ。あの頃から夢に見た場所。
らすぐ、ごめん、ちょっと裏返っちゃった、ごめんなさい、落ち着いてます。アピールして、アピールして、この後すぐに分班がここであります。言えたかな、準備。言えたよ、言えた。新規さん1枚無料ですので、ぜひとも皆さん来てくれると嬉しいです。お願いします。お願いします。頑張ってね。以上、私たち。アイドルハウスでした。ありがとうございました。ありがとうございます。またね、みんな。またね、ハッシュタグアイドルハウスでツイートするんだよ、たくさん待ってるからね、みんな。ありがとう。あなたもよろしくね。バイバーイ。